こんにちは。今日はですね、5ミニッツジムカーナも無事終わったということで、ちょっとこれまでの振り返りと、このポルシェのですね、セッティングについてちょっとご説明しようと思って動画を撮っています。見てください、この回転台、買ってしまいました。これムネさんがですね、紹介されていた回転台と同じものなんですが、浅場さんも、亀仙人チャンネルで、使われていて、まあ、ちょっと影響されて自分も買ってしまいました。これいいですよね。なんかこのまま喋っていてもこう静止画じゃなくて動きながらの絵が撮れるので、非常にこうミニッツが映えるというか、いい感じで撮れてるんじゃないかと思います。ちなみにいつもの、20mmF1.8 のレンズなんですけど、あまりにも F1.8 だと僕絵すぎるので、F4 にしてますね。シャッタースピード50分の1 F4、ISO がオートで、スポットフォーカスにして真ん中ぐらいにピントが合うようにしてますが、どうでしょうか。なかなか雰囲気出てるんじゃないでしょうかね。これいいですね、この回転台で。もともとこのポルシェのボディは、RWD を、買った時に、まあ、シャーシーで RWD を買って、ボディは単体でオートスケールコレクションで買いました。で、9月ぐらいだったかな。まあ本当につい最近なんですけど、9月ぐらいにやはりエボシャーシに載せたくなり、エボシャーシを緑缶のやつですね、買って、RML マウント、モーターマウントをつけて、RML マウントで運用しているっていう感じです。まあ M サイズのオイルベースなどで、なかなかサーキットではですね、戦闘力がなさそうな気はするんですが、ミノリモーターであれば、今のところ吉祥寺のサーキットでも気持ちよく走れているので、まあ、ミノリモーター用に、まあ、しばらくはこいつで頑張って練習してみようと思ってます。まあ、もうちょっと慣れてくればですね、アーモーターに変えることも考えてますし、まあ、ムネさんの動画とか拝見すると、もうアーモーターでもバンバンポルシェで走られてるんで、まあ、ちょっと僕ももうちょっと練習したら、青モーターで、まあ、ナローツーリングですかね、ナローツーリング仕様みたいな感じで走れたらいいなっていうふうに思ってます。まあ、ほぼほぼでもナローツーリング仕様の緑モーターバージョンみたいな感じにはなってますかね。じゃあちょっと今からシャーシを、開いてシャーシの説明をしたいと思います。それではシャーシの説明をしていきたいと思います。エボシャーシを、緑モーターで RML モーターマウントで、M サイズのホイールベースにしているナローボディですね。ホイールは、純正ホイールで、タイヤがですね、フロントスリック40、リアスリック20ということで、まあ、5ミニッツジムカーナ用に結構面白いセッティングになっています。キーバーは FRP の 0.5 ミリのハードですね。でフロントは、これ5ミニッツジムカーナ用に、紫のスプリングになっています。で各部かなりスルスルに動くようにですね、いろいろセッティングを考えまして、まあ、すり合わせだったり、グリスをですね、キングピンに刺して若干ながらこうダンパー効果を狙ってみたり、まあ、フリクションプレートにもですね、シリコンオイルの200番のやつを塗ってみたり、フッ素オイルを塗ってみたり、タミヤのフリクションダンパーグリースのミディアムですかね、を塗ってみたり、いろいろその試して、どれぐらいの硬さがいいのかっていうのを、5ミニッツジムカーナの時は、まあ、予備知識がなかったのと、やはりこう、フローリングのジムカーナの、セッティングなんてほとんどネット上に転がっていなくて、まあ、今年始まったものなので、当たり前なんですけど、多分TL さんのブログぐらいしか情報がなくてですね、まあ、TL さんにいろいろ教わりながら、セッティングを進めてきたっていう感じになります。まあ、やはりサーキットとですね、フローリングのジムカーナはもう全然別物みたいで、サスペンションのスプリングとかですね、ダイヤとかですね、もう全然違いました。あとリアのフリクションダンパーの、オイルというか、トラクションみたいなところもですね、結構試行錯誤して、まあ、柔らかくしてみたり硬くしてみたりも繰り返してますね。ただ基本的な方向性としてはやっぱりサーキットのセッティングと似ているのかなっていう印象です。まあこんな感じでですね、シャーシについては、まあ、まだまだ試行錯誤を繰り返しておりますが、おそらく12月
までに、まあ、年末スペシャルっていうことで、もう一発5ミニッツジムカーナのですね、タイムアタックをする機会が、これからやってくると思います。なので、まあ、しばらくはちょっとサーキット用のセッティングにしていろいろ、遊んでいこうとは思いますが、まあ、たまに、こうやって5ミニッツジムカーナ仕様に、戻してみてですね、床で練習してみるっていうのを、まあ、行ったり来たりしながら、スキルアップを図っていきたいというふうに思っています。それでは。